妹よ、今日はディフェンダーさんに乗りながら、新モード、アミューズメントの第1弾、レールシューティング、の紹介をさせてもらっちゃおうか。了解だよ、姉ちゃん。期間限定のモードで、7月15日から18日にかけてのイベントだね。うむ。そして期間が短すぎて、多分動画をアップするときには終わっちゃってるんだよね。あわう。でも今回第1弾ってなってるから、きっと次があるということで、紹介させてもらっちゃうね。了解だよ、姉ちゃん。基本的な戦闘ルールはランダム戦そのままで、参加可能な車両はティア8かティア10だね。ただアミューズメントということで、お遊び要素の補正がいろいろとあって、それがこれになるね。精度が 70%、拡散が 50%、照準時間も 50% アップして、さらにエンジン出力も 100% アップ、強制発見距離が445メートルになってるね。うむ。なので、普段だとかなり劣悪なディフェンダーさんの手法もこの通り。レティクルがありえないくらいに小さいし、動いても全然広がらないね。うむ。それにエンジン出力2倍でヌルヌル動くし、これはなかなかに愉快だね。本当だね、お姉ちゃん。最高速こそ元のままだけど、このヌルヌル具合は抽選者さんみたいだね。だね。ただ、わざとだろうけど、超強化されて楽しくなりそうな子がいる反面、割を食っちゃうというか、楽しくない子もいると思うので、そこは注意だね。そうだね、お姉ちゃん。レティクル関連とエンジンはみんなの強化だけど、強制発見距離445メートルは、隠蔽で戦う子には致命傷だよね。だね。視認範囲が倍、とか、視認範囲445メートルならまだしも、いわゆる50メートルルールの距離が伸びてるっぽだから、隠れるのは不可能になっちゃってるからね。そういう意味では今回のルール、軽戦車さんや高隠蔽駆逐さんは活躍しにくく、普段だと法制度が足を引っ張る、大口径の子が活躍しやすいのかもだね。そうだね、お姉ちゃん。精度 0.44 のディフェンダーさんがこの当てやすさなら、どんな子でもストレスなく攻撃できちゃいそうだもんね。うむ。持ってないから無理だけど、このルールでアルティメットロマン砲さんに乗ったら、すごく楽しそうだよね。本当だね、お姉ちゃん。でも、撃たれる立場には絶対なりたくないよね。うむ。そんなの絶対ごめんだね。それからこれは直接的なメリットじゃないけど、マッチングは同格さんのみのマッチになってて、格上さんがいないってことと、成績が残らないから突撃する人が多いこと、それから金策にちょうどいいから禁断を打つ人も少なそうっていう意味では、普段の戦闘より、守備力を活かしやすい気もするね。それもありそうだね、お姉ちゃん。実際今日のこのバトル、私たちはいつもの癖で禁断入れちゃってるけど、敵からは一撃も禁断受けてないもんね。だね。動きながら当ててくるとは、普段のスコジーちゃんならありえないショットだったね。本当だね、お姉ちゃん。スコジーちゃんは精度はすごくいいけど、拡散がひどいから、普段なら動いてると当たらないのにね。と、もう最後の一両になっちゃってるね。最後はビシって撃っちゃうね、お姉ちゃん。ナイス撃破大妹よ。そしてこれにて無事に勝利だね。やったね、お姉ちゃん。成績発表。ヨダメ2147、キル数3、アシスト65、棒ダメ840。スコアは942でチーム内トップ。成績が残らないからか、バッジとかはなしだね。このモード、普段と違うし気楽に遊べるから、ぜひもっとやってほしいって思っちゃうけど、できればデイリーミッションとバトルパスポイントは欲しかったね。そうだね、お姉ちゃん。バトルパスの進捗状況に余裕のある人ならいいけど、私たちみたいにバトルパスの進捗が微妙な場合、普段のバトルの代わりにこっちばかりやっちゃうと、ポイントあれになっちゃうもんね。だね。終始は、基本的にはランダム戦そのままだけど、突撃する人が多いからか、一戦がすぐ終わるので、時間あたりの金策効率は良さそうだね。このバトルも、たったの3分39秒で終わっちゃったもんね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。